こんにちは、フードプロデューサーの平山智美です。今月は金賞さんから新発売になった生ドレッシングをお取り寄せしました。金賞というお店は今はカフェなんですが、実は明治時代に製菓問屋さんとして創業、その後1960年にレストランになりました。この辺りの地域の先進的な食文化を発信する老舗のお店として今でも大変な人気店です。よくテレビの取材も入るお店なので、ご存知の方もいらっしゃるかな。この金賞さん、長い歴史の中でステーキハウスだった時代もありまして、今でも毎月肉の日などが開催されています。ローストビーフ丼とかローストビーフのサンドイッチ、めちゃくちゃ美味しいんです。今日は新発売になった金賞の生ドレッシング4種類の中から、こちらの醤油ドレッシングを使ってみたいと思います。何を作るのかというと、こちらのステーキ、見てお分かりになるかと思いますが、これはアメリカ産のビーフです。和牛に比べると随分安いのが魅力なんですが、ただ焼くだけでは硬くてあんまり美味しくないという人が多いこのお肉、今日は低温調理法を使って料理をします。まずお肉を計量して、その 1% の塩を測っておきます。次に肉を50度洗いします。50度洗いというのは、このお肉などの食材を50度のお湯で洗うことです。ボウルに50度のお湯を入れ、その中にお肉を入れます。表面のぬめりが取れたら引き上げて水気を拭きます。それから塩コショウを振ります。塩は先ほど計量したもので、半分ずつ片面に振っていきます。真空調理用の袋に入れます。これは真空調理専用の袋なんですが、ジップロックなどのように耐熱性があって、しっかり口が閉じられる袋であれば大丈夫です。袋には調理始めの時間を書いておくといいですよ。このように真空調理器を使えば、54度のお湯の中に約60分つけておくだけでいいです。54度というのはかなり低い温度なんですけれども、この後ですぐに焼きますので、この温度にしています。1時間経って低温調理は完了しました。ここからすぐにフライパンで焼き目をつきます。ただ焼く前にしっかりと水気を拭いておかないと焼き色がつきにくいんです。波型のフライパンをしっかり熱して、もう塩は振ってあるのでこのまま焼きます。ミートプレスを置くと波型がはっきりとつきやすいです。反対に返してしばらく焼きます。両面が焼けたら取り出して、このようにアルミホイルをかぶせて保温をしておきましょう。その間に今日はマッシュルームを付け合わせにします。マッシュルームは表面の汚れを拭き取ってスライスします。フライパンに油をひいて炒めます。強火で炒めてしんなりしてきたら、保温しておいたお肉から少し肉汁が出てくるので、これを加えます。バターを溶かし入れて、パセリを散らしたら出来上がりです。盛り付けをしましょう。1枚がかなり大きいので、サイズを半分くらいにします。断面、赤みが残ってますね。低温調理して表面をしっかり焼いたんですけれども、中心まで行き過ぎない程度にうまく加熱ができたということですね。マッシュルームを乗せて、付け合わせの野菜を盛り合わせて、最後に金賞の生ドレッシングをかけて出来上がり。パセリもかけましょうかね。なんだか昔懐かしい洋食屋さんのステーキみたいになりました。美味しそうにできました。低温調理をしたので、とっても柔らかく仕上がりました。低温でじっくり加熱して、コラーゲンなどの硬い肉の繊維が柔らかくなったのです。焼き色をつけたのは、表面を香ばしくするためです。表面を焼いただけでは、ここまで柔らかさは
出なかったはずなので、やっぱり低温調理の効果でしょうね。でも金賞で食べたステーキ丼の方が美味しかったかな。実は私、美味しいもの専門ショップチャンネル平山智美さんのライブコマースっていうのを始めたんですけれども、第1回目のゲストが金賞さんなんです。生ドレッシングの使い方をもっと詳しく教えてくれています。初恋プリンがとっても有名な金賞さん、創業当時からの味を生ドレッシングという形で発売されました。とにかく手作りがモットーのお店で、初めて食べても懐かしい気持ちになってしまうメニューがずらーり揃っています。これからのライブ配信も楽しみにしていてくださいね。ライブ配信の案内は概要欄をご覧ください。今日も最後まで視聴いただいてありがとうございました。